こんにちは、あきらです。今日は食事を美味しく食べ健康に生きる道第4弾ということでですね、第1弾の添加物編、第2弾の油編、第3弾の、糖分糖質編に続きまして、今日は第4弾のがんの予防編ということでお話ししてまいりたいと思います。はい、これまでですね、食事を美味しく食べ、なおかつ健康に生きていくための方法っていうものを皆様にお話ししてまいりました。美味しい食事がですね、まあ一般の方はかなり脂っこいもの、甘いもの、塩辛いもの、そういったものをね、美味しい食事っていうふうにね、思う傾向があるかと思いますが、実際はそうではないというお話ですね。結局味覚が麻痺していたり、長年の習慣によってそういったものを美味しいというふうに錯覚しているというのが実際のところですね。本当の、料理、まあ、本当に人間がですね、本来美味しいと思う料理はですね、こういうものですよというお話をさせていただきました。第1弾のですね、添加物編でお話ししました通り、添加物というのは徹底的に下げるということを実践していってください。添加物によって味覚が狂います。それによってですね、本来美味しいものが美味しくないというふうに感じたり、本来美味しいものが美味しくない、言いましたかね、美味しいはずのものが美味しくないというふうに思ったりね、美味しくないもののはずが美味しいというふうに感じたりしてしまうということですね。はい、それから、油編、これもですね、油っていうのは中毒性が高いものです。本当はそんなに味に影響するものではないんですが、油が中毒としてね、脳を麻痺させてしまう。それによって油っこいものを食べたくなる、ね、当然体に良くないということで、油気の多いものもできるだけ減らすということを心がけていただきたい。まあ、炒め物をするときはね、健康的な油、オーガニックのオリーブオイルを使うとかね、そういう工夫をするということですね。それから糖分糖質編ということではですね、糖分炭水化物の摂取というのはそんなに問題がないと。ただ、白いご飯、白いパン、白いパスタというふうにね、精製されたものというのを、減らしてですね、できるだけ精製されていない玄米、全粒粉で作ったパンやパスタというものを選ぶようにです、するとですね、そんなに太ることもないと。むしろ健康的、それぞれお米とか小麦に含まれている多くの栄養素というものをね、体に吸収することができて健康的ですよと。糖質からですね、肥満糖尿病になるということはないですよというお話をさせていただきました。はい、そしてですね、今日の第4弾ではですね、がんの予防ということでですね、日本人の死因ナンバーワンのがんですよね。がんで多くの人が死亡すると。ね、一番、多くの人の命を奪っているがん、ね、世界の三大死因でもありますね。心臓病、脳疾患、それからがん、ね、国によってこの3つの 順序が入れ替わったりするんですが、日本ではがんが一番多い死因のナンバーワンということになっています。まあ、もちろんね、心臓病もすごく増えておりまして、心臓病というのは欧米のね、死因ナンバーワンなんですが、これが欧米型の食事によってですね、どんどん、まあ、増えてはいるんですが、やはりがんも多いと、ね、欧米型のがんというと大腸がんというのがすごく増えているんですけれども、これの原因は何かというとね、もう、明らかに、これまでの統計でね、分かっております通りね、このあきらテレビでもたびたび申し上げています通りですね、これは、お肉なんですね。動物のお肉、もっと詳しく言うとですね、動物性のタンパク質というものが、がん細胞を作ってしまうということなんですね。はい、特にですね、大腸がん、それからですね、乳がん、前立腺がんですね、こういったがんがですね、非常に増えていると。これは何が一番
原因になっているかというと、これがお肉、牛乳ですよね。はい。これは、統計で明らかになっているというのはですね、まあ、いろんな統計ありますけれども、特に最も信頼できる、そして規模の大きい調査というのが、チャイナスタディ、チャイナプロジェクトと言われているものでして、なんと中国でですね、10億人を対象にしてですね、調査した、プロジェクトというのがありまして、どこだ、はい、中国というのは国土が広くてですね、いろんな民族が住んでいて、まあ、地域によって食習慣がね、顕著に違うと。この地域は肉をたくさん食べる地域、この地域は、ほとんど、野菜と穀物ばかり、ね、肉はほとんど食べないという地域、そういう地域がね、何百何千というふうにありまして、それをつぶさに調査した、統計というのがあります、ね、ここにこういうね、中国の地図、いろんな地域の分布図がありまして、色分けされています、ね、地域ごとに色分けされています。どういうふうに色をつけているかというと、がんの多い地域が濃い色、がんの少ない地域というのが薄い色、がんが多い地域になればなるほど、色が濃くなっていく、ね、がんが少ない、という地域は薄いということですね、はい、でこれを分析しますと、色の濃い地域というのはやはり肉をたくさん食べる地域なんですね。色の薄い地域っていうのは肉をほとんど食べない、野菜や穀物を中心に食べている地域ということなんです。これはもう明らかなんですね。そんなに、何十人とかね、何百人の調査というわけではなくて、もうこの国家プロジェクトということでね、ほとんど全ての国民を対象にして、行った調査。その後にまたさらに裏付け調査としましてですね、今度血液検査とかね、いろんな調査をしています。中国の国家プロジェクトにプラスして、アメリカのね、研究チームがですね、アメリカから予算をもらって、合同で調査した結果、こういうね、揺るぎのない事実が出てきています。はい。まあ、ですからですね、まあ、いろんな、まあ、調査、リサーチがありますけれども、まあ、やっぱりね、あのリサーチをする、人、まあ、それを依頼する人、その依頼を受けた人っていうのはね、まあ、いろんな、まあ、関係、ね、バックや、こういう団体がいるとかね、こっちにはこういう団体がいるとかね、まあ、そういう、まあ、しがらみにとかね、人間関係によってですね、彼らにとって都合のいい調査結果出るようなね、人たちをモニターに選んでやる調査っていうのもね、いろいろあります。だけれどもこれはね、この調査、今ご紹介した調査っていうのは、もう本当に国民のすべて、どんどんすべてを対象にしたような調査、それこそ何百億円っていうね、お金を使って行った調査ですので、かなり信頼性が高いということですね。はい。でもうお肉がですね、明らかに、がんの、原因となっているということがね、ここではっきり、しておりますので、ぜひぜひ皆様、お肉の摂取量というのをね、減らしていくということを、真剣に考えていただきたいと思います。はい。いきなりやめるっていうのはなかなか難しいですから、少しずつ減らして、野菜や穀物、豆類のね、比率を少しずつ上げていくと。いうことをすると無理なく、お肉を減らして、やがてやめるということができるかと思います。はい、これはもう牛乳も同じですね。牛乳については、以前のあきらテレビでも詳しくお話ししました通りですね、体にいいという、まあ今までの洗脳教育、ですけれども、それは、まあ、あまり正しくなかったということですね。まあもちろん嗜好、品としてね、まあ美味しい嗜好、品として、まあ、少し、まあ、カフェオレに入れるとか、まあ、乳製品を使ったケーキを食べるとかね、そういうのは、特に、量が多くなければ問題ないかと思いますが、毎日ね、1リットルも2リットルも飲むとかね、コップ2杯も3杯も飲むっていうのは、避けた方が賢明なのではないかと思います。まあ、というかもうはっきりね、
まあ、その牛乳も、いろんな病気の原因となるということがね、詳しく、この本に書かれています。本の題名は葬られた第二の、マクガバン報告。これね、上中、それから下っていうね、3冊の本になっていますが、これはアメリカのチャイナスタディという本の、訳本です。チャイナスタディというのはドクター、コリン・キャンベルという方がね、このプロジェクトの責任者の方ですが、その方が書かれた本、業界の圧力、業界とね、政府の癒着によってですね、そこからの圧力によって、葬られてしまったということですね。この第2のマクガバン報告という意味はですね、最初にマクガバン報告というのがね、1977年に、ありまして、アメリカの議会に提出されたんですね。これ大統領の肝煎りで行われた調査、だったんですが、このマクガバンさんという方がですね、主任となって、行った調査、そして報告というのが、お肉は、病気の原因、がんの原因になると。できるだけ、野菜、果物、たくさんとって、菜食中心でいきましょうという報告書だったんですが、これはもう、葬られてしまいました。業界、食品業界、畜産業界の大、反発に遭いまして葬られてしまった。その後、その10年後ぐらいですかね、ドクター、コリン・キャンベルさんがですね、中国のチャイナプロジェクトにですね裏付け調査をしたんですけれども、その報告書も、同じように、闇に葬られてしまったと。要するに業界からの圧力、業界と癒着している政府からの圧力によって、葬られてしまったという話ですが、もちろん、そのねレポートの輝きというものは、消え去ることはありません。ぜひですね、皆様この本、お読みになって、本気で病気のない健康で長生きできる食生活というものをぜひ取り入れていただきたい、このように思っております。はい、がんを予防するね、がん、日本人の死因第1位のがんを予防するにはどうすればいいか、お肉をやめることです。まずは少しずつ減らすところから始めてください。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ちなみにですね、私、3年間、お肉、牛乳、食べておりません、飲んでおりません。非常に健康です。一回も病気したことがありません。病気どころか疲れを感じることもほとんどありません。はい、ということで、皆様ぜひ、健康的な食生活、そして、美味しいね、本当に美味しいものを美味しく食べ、健康に長生きすると、元気に長生きするということをぜひ、実践していただきたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。